どっしりと構えた立派な建物、こちらが港区の郷土歴史館です。厳かな雰囲気でなんだか歴史を感じます。去年11月、港区白金台に開館した港区郷土歴史館。重厚な建物は今からおよそ80年前の1938年に建てられたものです。中に入ってみると開けた空間が広がっています。そして上見てください。吹き抜けになっていて細かな装飾も施されています。そのほとんどが建設された当時のまま残るというこの建物は、伝染病などを研究する日本で初めての専門機関、公衆衛生院として2002年まで使われた後、2009年に港区が国から買い取り、耐震補強などを行って、去年、郷土歴史館として開館しました。設計は東京大学の安田講堂などを手掛けた建築家内田義和。左右対称のゴシック建築に外壁を重厚感のあるタイルで覆ったデザインが特徴です。去年の開館以来、 SNS 上では建物がとても素晴らしい、めっちゃレトロでかっこいい、マジでおすすめ、うっとりですといった感想が続々と寄せられ、話題となっています。この建物の一番の見どころを学芸員の川上さんに案内していただきました。こちらが旧講堂です。おお、これはまたレトロな空間が広がってますね。案内してもらった先にあったのは、80年前から変わらない340席の旧講堂。木製の机や椅子をはじめ、照明器具など、室内はまるで時が止まったかのような空気が漂います。このノスタルジックな雰囲気が訪れた人を魅了しています。ムードがありますよね。なんか自分が勉強したところにこんなムードがあるところはなかったなと思って、なんか主人公になったような気分になれるというか。はい、うん、ここが素敵だと思います。中にはこんな方も。この辺でしたっけ。この日訪れていたこちらの男性、およそ40年前にここで学んでいたといいます。いや、感無量でしたね。こちらでは建物が話題となったおかげで、今では展示物にも興味を持ってもらえることが増えたといいます。区民の方とかとも合わせて、この建物の活用の方法ですとか少し考えながら、ぜひいろいろ区民に親しんでいただけるような建物にできればいいなと思っております。